11月30日、日体大は12月2日に行われる第311回日体大長距離競技会兼第7回日体大チャレンジゲームのスタートリストを発表した。日体大チャレンジゲームの主なエントリー選手をチェック。世界陸連は、のワールドランキングの対象ともなる日体大チャレンジゲームには各種目に日本のトップ選手が登録。 中でも女子5000メートルにはブダペスト世界選手権5000メートル8位の田中望美、ニューバランス1万メートル7位の広中璃梨香、日本郵政グループが揃ってエントリーしたほか、ドーハ世界選手権代表の木村優香、積水科学、全日本大学女子駅伝で7連覇を飾った名城大から増ス優香、谷本七瀬、米沢七香が登録されている。また、 今季ダイヤモンドリーグ3000メートルで入賞しているマーガレット・アギドル、コモディティ・イーダ、約月24分台をマークしているエスタムソニ、ニトリ、インターハイ2冠のカリバ・カロライン、上村学園高など国内のチームに所属するケニア人ランナーも多数登録しており、ハイレベルなレースが予想される。男子1万メートルではマラソンでも活躍する井上洋妃三菱重工、や、 ハーフマラソン日本記録保持者の小倉祐介、ヤクルト、ユニバーシティゲームズ代表の吉田玲子、中央学大、ラガ出場を予定。同5000メートルは田村和樹、住友電工、吉田啓太、住友電工、大田直樹、ヤクルト、田村祐介、黒崎播磨、2、リチャード・エティーリ、東京国際大、アモスベット、東京国際王、といったケニア勢もエントリーした。 12月の第1週に開催される日体大長距離競技会は例年好記録が誕生する競技会として知られており、年末年始の駅伝大会に向けて多くの高校生や学生、実業団ランナーが出場する。